こんにちは、真剣ピンク白石真子役の高梨凛です。真剣イエロー葉野莉子太役の森田鈴香です。今回はね、女の子2人ってことで、うん、女の子らしい話をそうですね2人で盛り上げて話していきたいと思います。よろしくお願いします。初めて会った時、確か衣装合わせかでしたよね、うん、でその時に会って、こうめっちゃ凛としててクールな、クールっていうか、うん、こうクールで、うん、こう大人の女性っぽいなと思ってて、うん、そうそうそう、で、あ、なんか女優さんって感じとか思ってたけど結構すごい器用な人やなと思ってて、お芝居とか、なんかこのお仕事とかでなんかすごい尊敬っていうか、うん、あーすごいなと思ってて、なんでこうやったらこうやったらなんでこういう風にできるんやろうとかって仕事面とかでもすごい思ってて、すごいいつも疑問で毎日で思ってて、やっぱ1年間ずっと一緒にいてる中で、こう凛ちゃんもなんかそういう風にできるイコールやっぱり努力してるんやなと思って、なんか努力してるからこそそういう風に表上でできたりとかして、だから裏でそういう風に努力してるからやっぱできたはるんやなっていうのがうちの答えで、だからなんか初めからできる人って絶対いいんやなと思ったしなんかそれが一番うちはグッときましたね。でも意外と不器用だよね。私そんなことない。そうなんですか、うん、だからうち器用やとずっと思ってて、うん、でも裏ではなんかすごい努力してるし、うん、そういうのを見てるからなんか、あ、こういうのがあるんやなって思って、こういう今の凛ちゃんっていうか、そういうのがあるんだなって思いました。私オーディションの時スーちゃんになったのももう覚えてるんだけど、うんうんうん、最初やっぱりすごいちっちゃくて可愛い子だなっていう印象があって、うんうんうん、で衣装合わせで会って、うん、ああこの子だったんだっていう風に、そう覚えてて、知ってたんですか、すーちゃんのこと覚えてて、そうなんや、うん、それでなんか最初なんかすごい不思議な感じで、うん、なんか衣装合わせの時に最初隣だったじゃん、うんうん、それでなんか喋ってて、あ、なんか不思議だなと思ってたんですけど、うん、その時、うん、でもなんかすごいフォワフォワしてるってイメージがあったけど、うん、こう一緒に行くにつれてなんか私がなんか、あ、なんか今日ダメだとかいう風に言ってても、うん、いやそんなんじゃダメですよとかいろいろね言ってくれたりするから、なんかすごいしっかりしてて、結局なんか私も頼ってるみたいな感じに。うちのフォーカスですよ。本当に、うん、本当になんかいろいろこうなんていうんだろう、辛い時とかもやっぱりりんちゃんに一番に相談するかな最近は。嬉しい、やっぱずっと一緒にいるじゃないですか、うん、とかでやっぱ一番近い存在っていうのもあるし、うん、ね、なんか本当この1年間で何でも話すようになったよね、うん、ね、もうなんか本当ほとんど知ってるみたいな ね、最初なんかなんだかんだね、そうそうそう、りんちゃん人見知りちゃいます、うん、すごい人見知り、ね、だからクールに見えたんかな、うん、でもなんかそれになんか年下の子が一緒っていうのがあんまりなくて、うん、あ、そうなんですか、なんか私から話しかけなきゃなと思いつつもなんか何話していいのかもわからないしとか思って、うん、最初はなんか結構ずっと言ってましたね、うん、それいろいろドキドキしてたけど、うん、でもなんか最初の方って結構なんか私とか、まあ、みんなもそうだけど、うん、結構なんか自分の中でみたいなのかなんか強がってるでもないけど、うん、なんか自分は自分でみたいなところあったけど、うん、なんかでも一緒にいるにつれてみんな弱みを出すようになったっていうか、うん、私もすごい最初はなんか悩んでることとかも言いたくなかったし、あ、そうなんですか、うん、なんか自分はしっかりしないととか思ってたけど、うん、でも一緒にいるにつれて何でもね、そうですね、うん、話すようになって、いつ頃からだよ、うん、なんかすごい早かったですよね、早かったね、うん、学校みたいに毎日一緒にやってたし、ね、こんなになんか仲良くなれるとも思ってなかったし、うん、本当に嬉しいですね、うん、めっちゃ。すーちゃんと私はそうだよね、13幕で多分ヒロイン会になって、はいはいはい、ずっと一緒にいた時に結構話したりとかしてね、うん、そうですね、うん、あの回が結構大きかったかな、 うちも大きかったです、ね、あれはこまこちゃんがあの弱みっていうか、うん、私も言うのしたかったなって言って、うん、なんか
そういうのもすごいグッときましたね、あのシーン、うん、覚えてます？あのシーン良かったよね、うん、すごい寒かったけど、うん、本当寒かったよね、寒かった、本当に寒かったけど、なんかあのシーン撮ってて、うん、こう寒さなんて忘れてました、わ、うん、あーと思って。あと最近だとまこちゃんはお父さんとまこちゃんのところも結構もうまこちゃんメインの回ですよね、うん、あれはね、お父さんとお母さんが出てくる、うん、とかもなんかあこういうことがあったんだなとか、ね、まこちゃんのお母さんとまこちゃんの最後のラストシーン、うん、すごい好き。あの時撮影も全体がこうなんていうの、スタッフさんとか、うん、キャストとかもなんか本当シーンってして、ね、本当にそこの空気感に浸ってたっていうか、うん、がすごいあったから、うん、はぁって思いましたね。こう撮ってるカメラマンさんとかスタッフさんとかもこう、うん、ちょっと涙ぐんでて、うん、本当良かったよね、あそこのシーンは。なんかマコ、マコも本当になんか救われたなっていうか、うん、やっててすごい、うん、嬉しかったな。あの回でまたなんか一歩まこちゃんが大人になったっていうか、成長したね、成長しましたよね、うん、料理私がする回あるじゃん、うん、それでなんか琴葉は本当に美味しいと思って食べてくれるシーンとかすごい嬉しいし、なんかやっぱり琴葉ってなんかその純粋すぎて、なんか単純すぎて、そこがすごいなんか可愛いし、その表情、すーちゃんの表情がすごい本当に純粋な琴葉って感じが出てて、私ね、あと琴葉、うん、って結構なんか思い悩んだりすると、うん、笛を吹くじゃん一人で、うん、そことかすごいなんか好き、なんか切ないっていうか、なんか弱音をやっぱり琴葉も悩むけど、弱音ってなかなかみんなの前で吐かなかったりするじゃん、うん、それをなんか言わないでなんか笛を吹いてる感じがすごい、あ、うん、頑張れっていう風になんかなっちゃう、嬉、うん、しいな。でもあそこね、あのうちが笛吹いてて、うん、じゃあ琴葉って言って、うん、こうギュッてしてくれるシーンあるじゃないですか、ね、あそこのシーンすごい好き。そうそうそう、お屋敷の廊下、うん、お庭か、うん、庭で、ね、うちもめっちゃあの時の撮影って、うん、夜で、うん、結構ねしんみりきましたよ ね、うん、雰囲気が懐かしいな。うちどこだろうな。あでもあの、まあ、最近なんですけど、うん、須川大さんとまこちゃんの回あったじゃないですか、うん、あそこはすごいかっこよくて好きでした。アクションとかも結構多かったですよね。あそうだね、うん、大変でした。うん、大変だったね。須川大優とは結構たくさん絡んでて、うん、あと夢世界って夢の中に入っていくやつとかも、はいはいはい、炎がバーってきて本当にもうやけどするぐらいで、もう水がーってかけて撮影してる感じで、うん、あれほんまの炎やったんですか。そうそうそう、炎を使ってて、そうなんや、もうカットかかった瞬間にわー熱いみたいな、へえ大変ですね、感じでも、うん、撮影してた。琴葉はそういうなんかそういう体験っていうか、なんか特別な体験とかした撮影であるかな。あるお猿さんぐらいかな。カメとあれ本当に似合ってたよね。面白い、楽しかった、めっちゃ、うん、ほらちっちゃい子いっぱいあったから、うんうん、おままごとしたりとか、カメラっていうかあの、ね、撮影してへんとこでも一緒に遊んでたりしてたから、うんうんね、楽しかったですね。楽しかったな、あれはいっぱいあるの、ねね、じゃあまずトーニーから。トーニーから、うん、そうだね、なんだろう、第一印象はオーディションの時はなんとなくしか覚えてなくて、うん、でなんか本当にすごいなんか穏やかっていう雰囲気持ってるよね。なんか持ってて、うん、でなんか一番でも最初から最後まで印象が変わってないかなっていうふうに思ってて、なんか最初もなんか落ち着いてなんか穏やかな人だなと思ってて、うん、で今もなんか落ち着いてて、うん、なんかね、みんななんかテンション落ちたりとか、うん、落ち込んだりとか結構現場で、あ今日落ち込んでるなっていうの結構分かったりするけど、うん、トーリーはそれが一番なんかないかなっていうか、そうですね、変わらないですよね、うん、変わらない、なんか落ち着いてるなっていうか、うん、しかもこう見せ張らないですよね、自分の弱いとことか、うん、やから大丈夫かなって思うけど、うんね、まあ、それがトーニーなんでしょうね、うん、ね、そういう感じだね、うん、ブルーのヒロニ
うん、バッチは最初ってなんか見た目だけだけど、うん、なんかすごいなんか一人でやりますみたいな感じの印象があって見た目だけね、ちょっとプライド高そうだね、うんうんうん、そんなイメージがあったけど、うん、実際すごい面白いしフレンドリーで、うん、なんか全然すごい最初びっくりして、うん、なんかなんだろうな、面白いし話しやすいし、うん、なんかお笑いっぽいところ龍之介で結構シーンあるじゃん、うん、そういうのもなんか現場とかでよくやってるから本当にでも龍之介の印象と結構似てるかな、ちょっと。あー、わかる。面白くて、うん、でもすごい現場盛り上げてくれるし、うん、なんかしっかりしてるとこはしっかりしてるけど、うん、でもすごいマイペースでみたいなところかな、うん、あー、すーちゃんはどう？そうですね、ムードメーカーですごい面白くって、うんうん、だからなんかそういう感じな、いつもそういう感じなのかなと思ったら、やっぱ仕事の時は仕事っていう感じでこう、うん、すごい真面目で、だからそのギャップがおおって思いましたね、すごいなと思ったし、なんかあ、さすがだなと思ったしとか、あとやっぱうち年下じゃないですか、うん、そうやとうちと同じ目線でこう話してくれはるっていうか、あ、そうだね、そう、うん、だからすごい相談とかもしやすいし、うん、なんか落ち込んだ時とか助けてもらったりたくさんしてますね、うん、よくね、なんか盛り上げてるよね、うん、グリーンの小2、小5ね、うん、小5はなんか一番最初にみんなに心を開いたのは小5なんじゃないかなというふうに思ってて、あ、結構すごい分かりやすいし、うん、あ、今日ダメなんだなとか、あ、これ今のカット絶対納得いってないやとかすごい目に見て分かるから、うん、すごい分かりやすい、でもすごい素直だから、うん、なんか、あ、なんか見習わない、その素直な部分とか、私結構なんかいらないプライドとか結構高くて、なんかプライドが許さなくてダメなところとかすごいあるから、そういうところ、うん、見習わなきゃなって思ったり、 うちもなんだろうな、真面目っていうのがでも第一印象でありましたね、うん、なんかお仕事とかお芝居とかでもカットってかかって、そのお芝居をした後でも何回もずっと言ってるよね、そう、何回もしはるからあ、すごい真面目なんやなと思ったし、なんかそういうのとかも結構うち、なんだろうな、その場でしちゃうっていうか、うん、その時、うん、その場の感情でしちゃったりするから、うん、見習わなきゃいけないなって思ったのもあるし、うん、なんか仕事の姿勢っていうか、うん、あとやっぱりでも最近は涙もろいっていうのが、ね、涙もろいよね、めっちゃ印象にある、え、ここで泣くのみたいなね、そうそう、うちあんまり泣かへんから、うん、え、なんでみたいにちょっと引いてる時あるんですよね確かにねでもそこが本当素直っていうか、うん、ね、純粋なんだなって、うん、じゃあ次ゴールドのケイニ、ケイちゃんね、うん、やっぱり最年長なんだなって思う大人なね見方が、わかります、うん、できてるっていうか、なんか、うん、みんなが見てない視線っていうか目線だったりしますもん ね、ね、だからそういうのがすごいなって思いますね、うん、すごいやっぱり話しやすいし、うん、あ、お兄ちゃんっぽいなっていうふうに、うん、感じますね、思える時が、うん、たくさんある、うん、スーちゃんとか何歳差だ？6歳差？7歳かな、7歳確か、うん、ぐらい違うよね、6歳7歳ですね、 それってどういう感覚なのかな、いや、もうお兄ちゃん、もう本当にお兄ちゃんって感じで、一緒に話してたらすごいハッピーな気持ちになりません、楽しいよね、楽しいみたいな、なんかおしゃべりとかもなんかヒロ兄とちょっと似てるとこありますよね、なんかしゃべりつつも、あ、自分に気遣ってくれてるんだなとかいうふうに思う時も結構、そうそうそう、うん、ある、現場のムードメーカーですよね、うん、こうやってさ、真剣ジャーもう結構終盤に近づいてきて、うん、なんか真剣ジャーの魅力ってなんか改めて考えて何だと思う？もうなんかね、言葉に表せるかどうかなんですけど、うん、この真剣ジャーの魅力っていうか、うん、でもやっぱりこの1年間っていう長い期間の中で、うん、一人一人のキャラクターがそれぞれやっぱ個性とかも強くて、うん、でこう違うところっていうか、世界は、うん、日本っていうのは一緒やけど、うん、こう別々のとこから集まってきて真剣じゃなわけじゃないですか、うん、でその一人一人が
成長していく過程とかも、うん、その番組内で見れたりとか、うん、まあ、もちろん番組内でじゃないと、ね、見れないけど、そうそう見れないけど、でもそういう成長過程とか、あとやっぱこうみんな全然知らへんから、うん、その絆がだんだん深まっていって、そうだね、うん、っていうなんか人間味のある、うん、ね、その温かい感じとかも、ね、あ、真剣じゃならではだなって思いますね、うん、千秋とかなんて最初タケルに反抗してたからね、うん、俺は一人で戦うとか言って、そうですね、うん、そう考えるとすごい変わったよねみんな、うん、今やって感じですよね、うん、私もなんか真剣じゃの魅力って、うん、なんか一人一人すごいドラマを持ってて、うん、そのお姉ちゃん、琴葉だったらお姉ちゃんのことを思ってたりとか、うん、まあ、子はその両親が一緒にいなくて、うん、お母さんにずっと捨てられたと思って戦ってるとか、うん、本当みんな一人一人背負ってるものがあって、うん、でもそれで私たち真剣じゃあの6人だけじゃなくて、うん、その彦摩さんもそのね、この間出てきたようにそうですね、そのお孫さんのこととかもあって、それに敵の その重造とか、うん、薄川太夫にさえもいろいろ背負ってきてる、そうですね、うん、ドラマが、人間ドラマがすごい描かれてるのが本当に真剣ちゃんの魅力だなっていうふうに思う、うん、なんかすごいですよね、だって敵 の、 その昔の過去のお話とか、うん、え、こんなことがあったのみたいなさ、そうそうそう、そのなんかマコも薄川太夫を倒せないっていうふうになんかちょっと躊躇しちゃうところとか、うん、絶対悪い人っていう人はいないと思ったんですよね、うん、なんか悪い人って思ってても絶対いいところっていうか、うん、なんかそういう過去とかあったりとか、うん、なんかだからこう人ってこうなんか支え合ってっていうか、うん、なんかそういうのもすごい気づけるし、うん、あ、本当にこの作品に関わることができてよかったなって、うん、ね、本当になんか絆をすごい大切に描いてるから、うん、真剣じゃって、うん、なんか本当にそのみんなが一つにまとまっていくにつれて、うん、なんか私たちがねこう現場でもなんか仲良くなっていって、本当にみんなで一つのねいいものを作ろうっていう感じも出てくるし、うん、はい、なんか本当作品に成長させてもらってるって部分もそうですね、うん、すごい感じる。道国がね、ついに私たちの前に現れて、そっかそっか、もう本当に怖くて、最初オンエア見た時に、うん、本当に道国って恐ろしいんだなと思って、うん、それがこれからどうなっていくのかっていうのと、うん、やっぱりそのタケルに私突き飛ばされて、はいはいはい、なんかやっぱりタケルって何か抱えてるんだなっていうのがあるから、うん、それが一体何なのかっていうのをこれからね、絶対見逃さないでって感じですね。絶対見逃せない展開がこの後待ってるんで、そこのね、タケルの秘密は本当にね、うん、びっくりだと思うんですけど、そうですね、うん、それが分かることによって私たちのこの絆がどうなっていくのかっていうのが見どころですね。うん、すーちゃんは、いやー、まあそんな感じなんですけどなんだろうな、最後どうなるのかっていうのも本当になんかうちらも台本見た時に、え、なんかこれ最終回終わんのかなとか、うん、思った、大丈夫なんかなって思うくらい、いろんなストーリーっていうかいろんな展開が待ってるし、で一人一人キャラクターそれぞれあの抱え、あ、その殿様がポイントでどうなるんやろみたいな、一人一人こう抱える問題っていうか点があって、そういう一人一人の気持ちとかも絶対見逃さないでっていうか見てほしいなと思いますね、はい、これから本当にね目の離せない展開になっていくから、そうですね、多分 DVD を見てくれてる皆さんも、あ、もうここで終わりみたいなね感じに、あ、そうか、これ4幕しか入らへんのやったっけ、うん、そう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 、 うわ、だからもう本当にここからって感じなので、そうですね、ぜひね次の11巻も、ね、11巻か、うん、はい、もう見てください、ぜひよろしくお願いしますお願いします、バイバイ。